南品おやじです。本日のテーマは今仕込むなら成長期待株発戦ということでお送りいたします。では行ってみましょう。一つ目ですね。KDDI になります。携帯キャリア大手で前期ですね、18期連続増配を達成ということでね、今期は 19期連続増配を予定しているということでね、まあ、コロナの影響もね、まあ、多少はあるんでしょうけども、他の業種に比べたらね、えー、ほとんどないような、えー、最高益連続増配を目指す安定成長株ということでね、ただしですね、株価が成長株として評価されているとは言えませんということで、PER ですね、こちらが11倍。 配当利回りが3.9とですね、株価指標で見て割安な株価に据え置かれていますということでね。あとですね、携帯電話事業の成長性が低下していることということでね。ただ、5G ですね、こちらの時にですね、どれだけ顧客を取り込めるかということでですね、まあ、そこが一番の KTDI の分かれ目かなとは個人的には思っております。まあ、株主優待でもですね、 個人投資家に高い人気です。カタログギフトが人気ですということで、こちらですね、楽天証券のページを引用しております。では次ですね、パーク24ということで、時間貸し駐車場の、ね、タイムス及びカーシェアですね、国内トップのパーク24ですね、シェアリングエコノミーということでね、高く評価されております。 コロナ危機で売り上げが低迷する不安からですね、パーク24の株価は足元で急落しております。その結果ですね、予想配当利回りが3.5%まで上昇しています。ただですね、コロナ後ですね、最高益を更新していく力があると考えており、株価が下がっている今、投資の好機と判断していますということでね、楽天は大きく評価を 上げてているよううです次行ってみましょう3つ目ですね三菱商事ですねえ三菱商事はですね2019年の3月期に純利益ですね最高益を更新したということでねただですね原油などの資源価格が急落した影響からですね資源事業の収益が減少しますということでね ただし、非資源事業を強化してきたせいで、成果で、コロナ危機下でも安定的に収益を稼げていると言えますということで、今期増配を計画していて、予想配取り回りは5.6%ということでね、相変わらず安定の三菱商事ということでね、後配当ですね。やっぱり消費者、 いう正系っというのはですね高配当ですね。まあ、あの、優待がないっていうのだけはね、ちょっと私は引っかかるので、なかなか買えないんですけどもね、まあ、配当だけだと5.6%でね、非常に安定してますので、おすすめです。では、4つ目ですね。三井物産ということで、こちらも勇退がありませんがで、ね、で読んでいきます コロナ危機、資源価格の下落、ダメージを受けているのは三菱商事と同じですということでね。しかしね、先ほどと同様ですね。非資源事業の拡大によって再び再広域を更新,更新していくと判断していますということでね。配当利回りは5.1%と三菱商事、三井物産ですね。資源ですね。まあ これ石油っていうかね、重油だと思うんですけども、こちらの方ですね、がなければもっと儲かってたということですね。こちらも残念ながら優体がないということで、次ですね。リクルートホールディングスですね。こちらもですね、配当のみですけども、 コロナ危機ですね。じゃらんの先行きが不透明になったことで、投資家の熱狂が一気に冷め、株価も急落しました。ただしね、IT を駆使した各種ビジネスにです、ね、今後も成長が期待でき、コロナで売られた今は投資の後期と思います。ということでね、こちらも安かったらお,おすすめです。次ですね。7個目です。ソニーになります。 まあ言,わ言わずと知れ、言わずと知れす世界のソニーですね,ね。こちらはですね、任天堂とソニーはゲームを中心に世界で勝負できる IT 成長企業として評価できます。ソニーはスマホカメラなどに欠かせない画像センサーでも世界シェア1位でこの分野での成長余地もありますということでね。そうですよね。ただ、 画像センサーでせっかく世界シェアを1位持ってるのでね、商品で世界シェア1位も取ってほしいですよね。あの、その部品だけではなくてね、やっぱり商品で売ってこそね、世界ナンバーワンの電気メーカーと言えるんじゃないでしょうかね。えー、昔ね、CD とかね、CD ウォークマンとかねあ、カセットテープの頃はすごい勢いだったんですけどね、私が小中学校の頃は。 まあ今やね、韓国税に完全に押されちゃってますが、えー、きっとね、復活してくれると信じたいものですけども、ソニーさんもね、株価は高いし、優待がないということで、私は見送りです、ね。最後にですね、キッコーマンですね。えー、世界的な和食ブームで、ここ数年、最高益更新が続きました。高成長株とは言えないものの、 2018年に6,888円え。ところがね、コロナで5,060円まで下落しました。しかしですね、世界の和食市場は今後も拡大が続きですね、和食調味料として人気が出ている醤油で高いシェアと高い技術力の持つ同社もその恩恵を受けていくと考えているということでね、 今和食ブーム次第ということでね、あんまりこれが、あのコロナの影響もね、あのあのなんていうんですかね、株価は下がっておりますけどもあの、売上高にはそこまで響いてないと思われますんで、ここらもね、狙い目かと思います。本日は以上の8銘柄になります。それでですね、最後に気になったね、 あのニュースを一つ加えたいと思います。あのですね、まあ、皆さん、ボーナスもらってる方、もらえなかった方とかね、も、まあ、ともとないよっていう方いるかと思いますけども、えー、親父もですね先々、先週ですかね、ボーナスをいただいたんですけども、非常に残念な結果でしたね。ただ、そのまとめた結果をたまたまね、先ほどネットで見つけたんで、えー、ご覧ください。こちらですね。 経団連が17日発表した大手企業の2020年夏のボーナスですね。えっ、ー、と、前年比6%減の92万5947円。ここだけ見るとですね、すごい数字だな。大手企業ってどんな大手企業だよって思うんですけども、で、アンケートを取ったところですね、今年の夏のボーナスはあなたはどうでしたかということで、 これこの92万っていうのがね、ちょっとここと結びつかないんですけども、増えたっていう方が13%、まあ、まあ、いるでしょうね、コロナで追い風13%言っても不思議じゃないですよね。あと、変わらないっていうのがね、20.2%、この人もね、まあまあですよね、減った、まあ減った、まあいますよね、まあ、コロナの影響を受けて減ったという方は25%なので、4分の1の方は減った。 私ね、ちょっと驚きだったのがですね、この年ですね、まあ普通に私の周りもですね、まあ自営業の方は別ですけども、ボーナスがない生活がですね、ちょっと愛知県人っていうかね、こちらの三河の地方のですね、製造業ではあんまりあり得ないんですけども、夏のボーナスがないっていう方がね、11.9%。 でボーナス自体がないっていう方が28.9%と合わせますとですね、もう40%。40%の方が夏のボーナスないということで、まあね、でもこれ普通に考えたらフリーランスの方ですね、はボーナスないですよね。で、まあ、このアンケートどう,どういうふうに取ったのかね、会社員だけ取ったのか、 どうなのかっていうところもあるんですけど、普通のシェの方とかね、答えちゃうとですね、もうボーナスないって当たり前の話になっちゃいますんで、そのアンケートの取り方もちょっと疑問なんですけども、でも40%の方がボーナスがないっていうのはね、ちょっと驚きでしたね。なのでちょっと教せてみました。皆さんはいかがだったでしょうか。えー、本日ね、このボーナスの話で終わってしまいましたが、先ほどの、えー ですね、後輩当8選ですね、参考にしていただいて、えっとですね、ぜひ、えー、来週から注目してみてみてください。ちなみにですね、私、明日の注目の株はですね、名光ネットワークですね、えー。なぜかと言いますとですね、名光ネットワークはですね、先週の金曜日ですね、えー、終わってからですね、3時以降ですね、3時以降に、えっとですね、勇退の解約を発表したんですね。 内容としましては、クオカードですね。いつもクオカードをいただいているんですけども、クオカードをもらえている、今もらえている金額を半額にすると言ったんですね。で、メイクネットワークっていうのはですね、以前も一回そういう解約っていうのをしておりましてですね、またかよっていう話でですね、前回も1 0 0 0 300円だったところを800円台まで落としてですね、今回また クオカードですね、100株で1000円だったと思うんですけども、これを半額にすると言ったのでね、これまたさらなる株価の下落を呼ぶんじゃないかと思ってですね、確か終わり値がですね800円ちょっとだったので、来週間違いなく700円になるんですけども、私もね、個人的に持ってますんで、どうしようかなと思って今、非常に悩んでるところですね。もう 損確保でも売りに出すのか、差し値では多分売れないような気がしますんで、もう朝一から、今から売りを入れとくか、まあ、我慢して持つべきなのかというね、今瀬戸際なんですけども、もうね、ちょっと残念ですね。メイコネットワークジャパンですね。これ立て続けに、多分まだ1年ぐらいしか経ってないですね。解約してから。また解約ということで、まあ、業績も良くないんでね、まあ、見通しもないんで、ます まあちょっとね、でも、ここはしも信用ならないということでね、個人的には思いましたね。え皆さんはどう思いでしょうか。最後までご清聴ありがとうございましたえ。チャンネル登録ですね、いいねボタン、あとコメントぜひお願いいたします。難品おやじでした。